1月25日土曜日朝7時前です。ずっと左に振ると、これ向こう側に見えているのが屋島です。朝から子供が学校まで送ってほしいということで学校まで送ってきた今帰りなんですけど、この後コメダコーヒーでモーニング食べようかと思うんですが、まだちょっと時間が早すぎて空いてないので周辺散歩中です。琴電の線路ですね。この左側の建物がこれ屋島総合病院だったかな、まだ新しい病院なんですけど、ここのグラウンドの木は使わせてもらってドローン上げれないかな。そろそろオープン時間なのでお店の方に向かいます。ここのコメダコーヒーオープン7時なんですけど、7時の時点でもうすでにお客さん来てますね。みんな朝早いな。よくよく考えたら今年初コメダ。店内がめっちゃ明るい。コーヒーはたっぷりブレンドと、あともういつもの小倉で。失礼いたします。ご注文お伺いいたします。Cセット、はい、2つ、はい、ハニーバターまたはいちごジャムもお付けしますが、どちらがよろしいでしょうか。バター。バターで、はい。たっぷりブレンドと、はい、じゃあ普通のカフェオレで、はい、普通のカフェオレで。コーヒーといつもの小倉で、奥様はカフェオレ。いただきます。うん、うまい。いただきます。うん、うまい。ごちそうさまでした。支払いはコーヒーチケット使います。チケットはね残り2枚なので次はまた購入します。5020円でございます。本日2枚使わせていただきます。さてじゃあ出社して仕事してきます。現在の時刻が、お昼13時40分です。で土曜日本来だったら午後から競技場で練習なんですけど、今日仕事の都合で、3時半には事務所戻らないといけないので、3時ぐらいまで今から競技場で練習したいと思います。ほとんど選手がいませんね。貸し切り状態。今日朝から使用しているこのカメラですが、パナソニックの G9 Pro です。でパナライカの 12mmF1.4 のレンズを装着してます。昨日までと違って今日は少し寒いな。練習を途中で切り上げてきました。3時半までに戻らないといけないのに、やばいやばい、遅刻だ。1月26日日曜日朝6時50分です。昨日競技場から帰って仕事してたんですけど、もうその後疲れ果てて撮影することなく寝ちゃいました。まあ結構雨降ったんだな。で今の天気ですが、まあ、雨は上がって、曇り空ですね。で天気予報さっき確認したら、午前中はまだ若干雨が残って、午後から晴れるようなそんな予報になってました。タイミング見てどっかでドローン飛ばしたいな。今朝はバリスタではなくコーヒー入れたのでコーヒーいただきます。うわうまいな、落ち着くわ。昨日に引き続き今日も仕事なんですが、何時って言ったかな、朝9時過ぎぐらいに高松駅の近くまで、上の娘が送ってほしいということなので、ちょっとだけ時間取って
高松駅方面の方まで行っていきたいと思います。ん、何の試験って言ったかな、ファイナンシャルプランナーかなんか、そういったどうも資格試験受けるみたいです。まあ頑張ってきてください。というわけで、昨日撮れ高少なかったので、今日も引き続き動画撮影していきたいと思います。試験会場までの送迎完了しました。今から仕事に戻ります。お昼の休憩時間を利用してドローンマビックミニ飛ばしに来ました。天気が朝方までね曇り空だったんですけど、かなり改善されて、もう天気大丈夫かな。風もね今日ほとんどないので、絶好のフライト日和かと思います。準備完了したのでフライト開始します。無事に帰還しました。じゃあ仕事に戻ります。マビックミニは本当コンパクトに収納できるので、非常に携帯性が良くて面白い機体だと思います。というわけで今回の動画はもう以上かな。まあ、今日はじゃあここまでとします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。
Solid.